ラサー主婦の美容チャンネル、みーきです。今回はですね、こちらのロム&の新作パレットを使ったほぼロム&縛りのメイクをご紹介します。こちらの新作パレットの01番のカラーレビューもしながら紹介していきます。それでは動画スタート。はい、ということで今下地まで塗っている状態なので、クッションファンデを塗っていきます。日本限定発売のブルームインカバーフィットクッション 23BE のペタルベージュというカラーです。日本人の肌に合うテクスチャーとカラーになるように考えられて作られたクッションファンデだそうです。詳しくはこちらの動画でレビューしているんですけど、すごいね、綺麗に仕上がるんですよ。カバー力高い方だと思っていて、しっかり肌の色ムラをカバーしてくれます。で、しっかりカバーしてくれるのに厚塗り感は出にくくて、肌の質感がちょっとムチッと見えるような感じで、パリッと張り感のあるような肌に仕上がる感じがします。カバー力も欲しいけど厚塗り感は嫌っていう方結構ね、好きなんじゃないかなって思います。一応セミマット仕上がりのクッションファンデなんだけど、こんな感じでね、意外とツヤっぽいので結構好きな方多いんじゃないかなって思います。ちょっと塗りすぎちゃったのでスポンジで軽くオフします。で、結構カバー力あってこんなにツヤツヤなのに、崩れ方は全然ドロッとならないので、夜までしっかり密着してくれていて、化粧持ちも良かったです。スポンジでちょっとだけオフしてこんな感じです。で、パウダーするかしないかは好みでいいかなって思うんだけど、私はテカりやすいタイプなのでパウダーします。すごい仕上がりは綺麗なツヤ感なんだけど、混合肌でテカりやすい私がパウダーなしにしてしまうと夜すごいテカテカな感じになっちゃうので、私みたいにテカりやすいタイプの方はパウダーありの方が良さそうです。カバー力欲しいなっていう日は結構ねこれ使ってます。続いてシェーディング02番のウォルナットグレーンです。このシェーディングはこう丸く柄みたいになっているので、左回りに取るとナチュラルに使えて、右回りに取ると濃いめに発色するというような設計になっています。すごい簡単でいいですよね。しっとりふんわりとしたパウダーでかなり色づきがいいです。で、色味はこの02番はウォームトーンなのでイエベカラーになるんですけど、こんな感じで赤みは少ないので、こう変にシェーディングのカラーが浮いたりすることなく陰影をつけれるようなカラーになっています。でも私的にはこの02番のカラーはこういうフェイスラインのシェーディングカラーとしてはすごくぴったりなんですけど、鼻のシェーディングとしては個人的にはグレー味が足りないなと思うので、鼻はねいつもちょっと違うものを使っちゃってます。今日こっちでやってみると、はい、こんな感じ。発色がいいのでしっかりついてくれて、こっちの薄いカラーでやってもこんな感じでしっかりめに鼻を高く見せれるといった感じなんだけど、私の好みで言えばもうちょっとグレー味があるカラーでやってあげて自然に仕上げる方が好きなので、ちょっと茶色すぎるかなって思いました。でも粉質とかめちゃくちゃ良くて発色がいいので、しっかりシェーディングを発色させたい方にはいいかもです。続いてハイライト、スベールライターの01番サンキスベールです。しっかりめにキラキラ輝くハイライトです。01番のカラーはイエベカラーになっているので、輝きはしっかりあるけど色自体は肌なじみのいいカラーになっています。ちょんちょんと軽くのせただけでこの輝き、ハイライトしっかりめに輝かせたい方におすすめです。頬には私はもうちょっと薄付きにのせたいので、ちょっとねブラシを変えて、鼻はこれぐらい強めでもいいかなって思うけど、頬はちょっと控えめにのせます。そしてこちらのパレットを使っていきます。新作のベアレイヤーパレット01番のアプリコットムードです。このパッケージちょっと上の方がうねうねしてて、このニュアンス感がすごく可愛いですよね。で、珍しい縦開きのパレットになっていて、サイズ感も他のクリオやヒンスと比べても一回りくらい小さいです。こちらのパレット、ハートの部分がチークになっていて、アイシャドウとチークが一つになったパレットになっています。で、アイシャドウのここの3色とチークがマットな質感になっていて、こちらがラメ、こちらがグリッターカラーになっています。全色腕に塗ってみるとこんな感じです。
ここのグリッターカラーがすごく可愛くて、透明感もありつつ存在感のある目を引くような輝きです。こちらの上の方のラメはかなり細かいラメになっていて、パールっぽい質感なんだけど繊細なラメも感じるような使いやすいラメカラーです。色味もそこまで発色はせずに質感がツヤっとするようなイメージです。この01番のカラーはアプリコットムードということで、イエベカラーになるんですけど、地味控えめの優しいピーチピンクになるので、全体的にかなり柔らかい印象のパレットです。で、発色感も透明感のある発色になっているそうで、淡く薄く仕上がるようなイメージで、何回も重ねて発色を濃くしていくようなアイシャドウです。ではこちらでアイメイクしていきます。まずここのピーチカラーを取ってアイホール全体に塗っていきます。私の目元だとこれぐらいの発色です。ほんのり土台を整えてくれるような発色感です。続いてこちらのアプリコットカラーを先ほどよりも少し狭めに塗ります。このカラーを下にも塗っていきます。このカラー塗るとさっきよりも発色感が出るかなと思います。で、こんな感じで黄身は少なくて、オレンジっていうよりもピンクに近いような色味です。で、濃い方の陰影カラーを取って目尻側にのせていきます。薄い方の陰影カラーを先ほど塗ったところをぼかすように重ねていきます。このパレット陰影カラーが一つのマスに2色入っていて、陰影カラーって結構余りがちだと思うので、このバランス感めちゃくちゃちょうどいいなって思います。で、ちょっと2色混ぜて下の目尻にも塗って、目の横幅を拡張していきます。こちらの2色が淡く薄く発色するのに対して、陰影カラーはかなりしっかりめに発色してくれるような印象で、目の形を陰影で作っていけるような影っぽいカラーです。コーラル系のパレットの締めカラーって赤みの強いブラウンが入っているパレットが多いような印象なんですけど、こちらのパレットはグレー味のある締めカラーが入っているので、すごい韓国っぽメイクがやりやすいんじゃないかなって思います。そしてこのカラーを重ねていきます。色味はほとんどなく透明感がプラスされるようなイメージです。下の涙袋に塗ってもすごく可愛いんだけど、今日は涙袋は違うものを使いたいので上だけ塗っていきます。で、先にチークも仕上げちゃいます。このカラーを取ってポンポンポンとのせていくと、こんな感じでかなりふんわりとした発色です。マットな質感になるので毛穴とかもカバーしてくれて、肌をふんわり見せてくれるようなチークです。マットに仕上がるのでツヤ肌が好きな方は、チークをした上からこの頬の上のところにハイライトを重ねてあげるといいんじゃないかなと思います。こんな感じでアイシャドウとチーク、このパレット一つで仕上げてみたんですが、こんな感じです。全体的にやはり発色は柔らかくて薄めかなと思います。ただ陰影カラーはしっかりと乗ってくれるので、目はしっかり大きく見せてくれるように思います。で、一つのパレットでアイシャドウとチークが入っているので、統一感のあるメイクに仕上がるし、色の組み合わせを考えなくて済むので、どの色を組み合わせたらいいかわかんないっていう方や、一つのパレットを開けるだけでアイシャドウとチークが完成するので、時短にもなるかなと思っています。で、アイメイクもう一つこちらを最近購入したので使います。ロムアンドのトゥインクルペンライナーの03番ロージースパークル、こちらは日本限定発売のグリッターペンライナーになっています。シャカシャカ振って使うんですけど、こんな感じでアイラインを引くようにスーッと引けて、振っても全然落ちないんですよ。色味が03番はナチュラルな色味なので、ちょっとね、わかりづらいんですけど、すっごい持ちがいいです。ピンクベージュのカラーの上にシャンパンゴールドのグリッターが入っているようなカラーです。これいろんなところに使えるペンライナーなんですけど、私は涙袋にすごくちょうどいいなと思っていて、こんな感じでスッスッスッと引けて、ピンポイントに引けるから細かいところにめちゃくちゃちょうどいいです。で、涙袋って最近はコンシーラーもあったりペンシルタイプもあったりとかいろいろ出てると思うんですけど、このペンライナーのいいところはこうスーッと引けるから、例えばペンシルタイプだとなんかたまにこうグッと
引っかかっちゃう時とかあると思うんですけど、それがないのでこうストレスなくスーッと弾けるのがいいなって思ってます。でラメ缶もこんな感じ、意外と使いやすいぐらいのサイズのラメ缶だと思います。で使っていて一つだけ注意が必要だなと思ったのは、ベースの状態がベタっとしているとなんか剥げちゃってうまく乗らなかったので、パウダーだったりアイシャドウだったりでサラサラっとした状態の上から塗ってあげると綺麗に発色してくれます。でさっきちょっと塗り忘れちゃったので、こっちの薄い方のカラーで涙袋ラインをスースースーと軽く引いておきます。グレーっぽい色味だから、こういう涙袋ラインの影にもねすごいこのカラーはぴったりです。眉毛とマスカラはちょっとロムアンドのものがなかったので他のもので仕上げました。でアイラインは今日引いてないんですけど、こんな感じで先ほどのこちらのパレットのグレーの陰影感がいい感じに目を大きくしてくれてるんじゃないかなって思います。で最後リップはこちらを使います。メルティングバームの06番カヤフィグ、とろけるようなねっとりしたような質感のリップバームでめちゃくちゃ高保湿です。で発色もいいので一度塗りでこんな感じです。重ねるともう少し濃い発色になっていきます。もちぷるっとしたような質感のツヤで、ツヤ好きリップが好きな方とっても好きだと思います。で個人的にすごく気に入っている点は保湿力が抜群なので全然荒れないです。むしろ荒れてパキッと割れてしまった唇に塗っても唇をしっとり柔らかくしてくれるぐらい保湿力が抜群です。唇が荒れやすい方にもすごくおすすめのリップです。このリップは薬局とかバラエティショップとかイオンとか結構いろんなところに置いてあって手軽に買えるので、ぜひ一度手に取ってこのねっとりとした保湿感を試してほしいなって思います。結構びっくりするようなテクスチャーだと思います。はい、ということでほぼロム&縛りでメイクが完成しました。はい、ということで今回の動画が少しでもいいなと思ってくれたらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。